続きまして、こちらの、幹細胞ですね。幹細胞とは分裂して自分のコピーを生み出す機能、自己複製能と自分とは異なる様々な細胞を生み出す機能、分化能を持つ細胞のことです。体が健康に維持されたり、傷が治るのは幹細胞の働きによります。医療の分野では、病気や怪我で損傷した臓器や組織を幹細胞の力によって修復する再生医療の研究が近年盛んに行われています。ノーベル医学生理学賞を受賞した iPS 細胞も幹細胞の一つです。でこちらですね、神秘幹細胞と表皮幹細胞、存在場所としては、神秘幹細胞は肌の奥にある神秘に存在します。働き、繊維芽細胞を生み出す。繊維芽細胞はコラーゲンやエラスチン、ヒアルロン酸を作り、肌に張りをもたらします。でこちらの表皮幹細胞、存在場所は肌の表面にある表皮に存在します。働きは表皮核化細胞を生み出す。肌のターンオーバーに重要な働きを果たし、肌表面を健やかな状態に保ちます。でこちらの、神秘幹細胞なんですけれども、このようにこう分裂することによって、そのまんま、神秘幹細胞として、いるものと分化して繊維芽細胞として、再生されるもの、このような、幹細胞というのを性質を持っています。でよく言われますのが、ヒト幹細胞と植物幹細胞、よくこの化粧品とかにも入ってるんですけれど、これ何が違うんですかということで、グラツヤさんのサイトからちょっと抜粋させていただいているので、ちょっと読ませていただきます。細胞の活性化という言葉をよく耳にしますが、細胞の表面には特定の形をした鍵穴、レセプターというものがあり、その鍵穴にぴったり合う鍵、リガントとなる物質が結びついて、初めて活性が始まります。つまり鍵穴に当てはめる鍵を挿してあげないとエンジンがかからないのと同じです。植物由来の幹細胞コスメには抗酸化作用や潤いを与える効果があると言われています。しかしながら、そもそも植物の細胞にはレセプターとリガンドの仕組みはありません。レセプターとリガンドの仕組みは動物特有の情報伝達で、植物の場合は細胞膜のマイクロチャンネルという経路を通じて命令物質が出入りする仕組みです。このように植物の細胞と人の細胞では仕組みが全く異なるので、人の細胞の鍵穴、レセプターにぴったり合う鍵、リガンドを持っているわけではないのです。このため、植物の幹細胞由来の成分が人の細胞に対してどのように作用するのかは明らかではない点も多いです。それに対し、ヒト幹細胞やヒト脂肪由来幹細胞培養液には、細胞の鍵穴、レセプターに一致する鍵、リガンドとなる成長因子などのサイトカイン、細胞活性の鍵となる情報伝達物質そのものが豊富に含まれていることが分かっています。このため、組織再生効果があるとされ、再生美容の分野や化粧品の有用成分としての可能性が今後大いに期待されていますということで、化粧品などに含まれているヒト幹細胞、そして植物幹細胞、どちらの方が欲しい効果があるかというと、やはりヒト幹細胞の方があると言われています。続きまして、還元型コエンザイム Q10 とシワたるみということで、コエンザイム Q10、 こちら加熱化射性なんですけれども、核化細胞において紫外線照射によるサイトカインの産生を抑制し、その後繊維芽細胞において誘導されるコラゲナーゼを抑制しました。その結果、コエンザイム Q10 はシワの改善に有用であるということが判明しましたとあります。で、私自身は実はコエンザイム Q10 ってすごく好きで、昔ですね、テレビであるある大事典っていうのがあったんですけれど、その時にこのコエンザイム Q10 っていうのが爆発的に売れる時代っていうのがありました。その時私はドラッグストアの医薬品担当者だったので、自分も買ってずっと飲んでいたんですけれども、コエンザイム Q10 には酸化型と還元型というのがあります。で、昔のコエンザイム Q10 っていうのはいわゆる酸化型のコエンザイムだったんですけれど、今はほとんどがこの還元型コエンザイム Q10 じゃないかなと思います。で、こちらの還元型の方が、直接ダイレクトに効くということと、なぜ私がこの還元型コエンザイム Q10 を飲み続けているかといいますと、もともとそのむくみ防止とか、実はもう今忘れてたんですけど、もともとちょっと動悸とかを感じる時があったんですね。今から5、6年ぐらい前だったんですけれど、でその十数年前にコエンザイム Q10 というのがすごくブームになった時に、私はこう 2,3 年飲んでいて、実はそんなに安いものではないので、そこからしばらく飲んでなかったんですね。で、30を少し超えたぐらいからちょっとやっぱ動悸とかも気になるなと思って、あ、そうだ、還元型コエンザイム Q10 を飲んでみようと思って、そこからは今も割とずっと今も飲み続けてるんですけれども、その飲み続けてることによって
そういえば私同期してたっていうことを忘れてたっていうぐらい結構こう聞いたなっていう感じもありますし、まあ、今回はシワたるみについて話をしているんですけれども、まあ、ずっとこう私も踏み続けたことでこういったことを体の中からもしかしたらケアができたんじゃないかなとも思っています。